横浜 FC が柏レイソルに1対0で競り勝ち、最下位を脱出した、シュート21本を浴びる押されっぱなしの展開の中で、後半24分に相手がペナルティーエリア内でハンドの反則をし、PK を獲得。エース FW 小川幸輝がゴール右下に蹴り、数少ないチャンスをものにした。試合後、四方田周平監督は、選手には残留の目標の中で、覚悟をプレーで見せようと話していた。苦しいゲームだったが、最後まで体を張って、1点を守り切って勝ち点3を奪えた。選手の頑張りに感謝している、と話した。決勝点を挙げた小川は今季、PK での得点は3つ目。相手に PK データが蓄積されている状況だが、左に蹴っている数が多いので、相手は左を予想するかなと。そういった戦術的な駆け引きも勝ったところがある、と振り返った。また、相手にボールを支配された中での勝利について、シュート数だけで見ればやられてるかもしれないが、結果的に1対0で勝ったのがサッカー。みんなでハードワークできた、と胸を張った、次節の5月28日は川崎フロンターレとの対戦。小川は累積警告で出場停止となる、親友の DFO 南拓磨、現川崎 F との対決がお預けとなり、ジュビロ時代の同期とやり合いたかったんですけど、と残念がっていた。